皆さんこんにちは、ダンプロをご覧になっていた皆さんお久しぶりです。そしてまだ見たことないよっていう方、はじめまして、ダンプロ高一点のシェリーです。よろしくお願いします。いきなりこんなテンションで話し始めて、お前本当に怪談やるのかなんて、ちょっとねこうやって見てる人いるかと思うんですけど、ずっとこんな感じで話していくんで、リラックスして聞いていただけたらと思います。本当はね早速話していきたいんですけど、話の内容とこのテンション多分温度差でみんな風邪ひいちゃうと困るんで、ゆっくり、なんでダンプロに応募したかっていうところから長い長い語りを始めていきたいと思います。私ですね、小さい頃から好奇心が旺盛で怖い話めちゃめちゃ好きだったんですよ。でも霊感を持ってるわけでもないし、怖い話好きだけど怖いのってなんかドキドキしちゃってね、夜眠れなくなったりするので、なんかね、好きとは言っても人から怖い話聞いてみたりとか、あと図書館に入り浸って本を読んだりとか、ネットでね怖い話探してみたりとか、そういう楽しみ方をしてたんですよ。で、怪談バースリラーナイトのねツイッターをずーっとフォローして、いつか行ってみたいなって思ってずっと見てたの。なんかね、来れない距離じゃないけど来た時に限って定休日とか、こう一緒に行こうよって言ってた友達が扉の前で、やっぱり怖いって言っておじけづいたりとか、そんな感じでね、なかなか来ることができなかったんですけど、ある日ぼーっとツイッター見てたら、怪談師育成企画やりますっていうスリラーナイトの募集のツイートを見つけたんですよね。で、今までやっぱ怪談話って聞く専門見る専門だったけど、話してみるのも面白いんじゃないかと思ってね、ここで好奇心が爆発して、でちょっと下心、今まで行ったことなかったけどこれを機に行くきっかけになるかもしれないと思って応募してみました。そしたらね、こうやって皆さんの前で喋らせていただく機会に恵まれました。イエイイエイという感じで話していきます。今ね、好奇心旺盛って言ったんだけど、人は誰しもちっちゃい頃って好奇心旺盛で、かつね想像力が豊かだと思うんですよ。で、そんな時代って自分でオリジナルの遊び考えたりしませんでしたか？私はね、横断歩道の白いところあそこだけとか、あと歩道と車道の間ちょっとポコってなってるとこ分かります？縁石って言うんですけど、あれの上を手を広げてこうやって渡ってみたりとか、あれね、落ちるとどっちも下にワニがいるんですよ。だからそのワニに食べられないように頑張って通るみたいな遊びを考えたりとか、あとね、そうだな、電信柱の上にライトってついてるじゃないですか。で、だいたい電柱の下ってねポッポッって明るいんだけど、そのライトから出たら息しちゃいけない、息を止めてライトからライトの間走るんですよね。で、それが成功したらちっちゃいお願い事が何か一個かなみたいな、失敗したら悪魔に魂持ってかれるんですけど、そういうね遊びを考えたりしてました。そんな愉快な私の幼少期、中でも一番好きだった遊びが忍者ごっこです。忍者ごっこ、ちょっと想像してみてください。なんかね、いろんなのが思い浮かぶと思うんですけど、例えばね、忍者ごっこ一番よくやってたのは、大きいバスタオルをバッて広げるんですよ。それで壁にピタッて貼り付いて隠れ身の術なんてやってみたりとか、あとね、家族でスーパーにお出かけとか買い物に行ったりするじゃないですか。そしたら親から隠れて商品棚に身を潜めて隠れ身の術ってやってみたりとか、これは一回迷子放送かけられてめっちゃ怒られたんで、それ以来やってないんですけど、そんな風にこう、忍者といえば隠れ身の術っていうような感じで、家でも学校でも友達と遊びに行った時でもどこでもやってたんですけど、それよりちょっと難易度の高い術が一番好きだったんですよ。これね、何かっていうと飛び降りの術っていうんです。飛び降りの術ってちょっとね、聞いた感じだと怖い感じするじゃないですか。どっから飛び降りんのみたいな、危なくないの思うかもしれない、私幼稚園の時からすごくすごく仲のいい幼馴染がいて、
でね、小学校中学校ずっと別々だったんだけど、でも月に 1,2 回お家に遊びに行くぐらいすごい仲が良かったんです。飛び降りの術っていうのはその子ん家の和室でしかできない特別な遊びだったんですよ。でね、これその子ん家の玄関開けると一軒家なんですけど、正面にだいたい8畳ぐらいの和室があるのかな、ね、そこもう玄関入ってすぐまっすぐ進むと右側部屋の奥の方にね、あの大きいタンスがあるんですよね。だいたい180センチぐらいかな。当時小学生で身長が120ぐらいしかなかったので、ちょっと見上げるぐらい大きかったんですよ、ね、今168あるんでもうこうやってやったら届くんですけど、そのね大きいタンスっていうのがまあ魅力的で、だいたい6段ぐらい引き出しがあるのかな。それをもう人んちのだっていうのに下からダダ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 全部引き出して階段みたいにしてね、でよじ登って上からジャーンシュタって着地するのが飛び降りの術。これ別にねどっちが勝ちとか何がいいとかはないんですけど、なんかかっこよかったの。なんかねこうちょっとしたスリルもあってね、忍者だぞ私たちみたいな感じがあってね、もうそのこんち行ったらいつも下手したら朝から晩までやってました。でね、そこんちの部屋、まあ、タンスの目の前は空いてるんですけど、結構いろんなものが置いてあったんですよ。お母さん、その子んちのお母さんのコレクションの大きいぬいぐるみであったりとか、あとその子がもう少しちっちゃい頃に遊んでたおもちゃの車だったりとか、座って足で漕ぐやつね、っていうのがあったりとか、あとはね季節物が結構置いてあったんですよね。玄関から正面だから、こんにちはって言って入ってったら、クリスマスだったらちっちゃいクリスマスツリーあったりとか、10月にはまだなかぼちゃのランタンが置いてあったりとか、なんかねそういうちょっとおしゃれなことをしてたんです。そん時はねあんまりなんかが置いてあったイメージはないんだけど、代わりになんかちっちゃい子供がすっぽり入るぐらいの大きさの段ボールがあったと思うんだよね。普段はもう2人で夢中になって遊ぶから、まあね、ぬいぐるみに激突したりとか、もう結構部屋の中しっちゃかめちゃかにして遊んでたんですけど、その時はねそれ大事な箱だからシェリちゃん気をつけてねって言われたからすごい覚えてるんです。で、まあ、その箱の存在に気をつけながら、まあ、私たち遊んでたんですけど、ある時ねてんって音が聞こえたんですよ。なんだろうと思って、でも、まあ、自分のお家じゃないしどっから音が聞こえてくるかもわかんないし、もしかしたら聞き間違いかもと思ってね、そのまま遊んでたんですよ。で冬だから1階の和室大きい窓があって、そこから日の光がわーって入り込んで、ね、雪で照り返してたのもあったんだろうね。電気つけなくてもすごくすごく明るくて、夕方になってくるにつれてちょっとずつ薄暗くはなるんだけど、全然電気つけなくても大丈夫なぐらい明るかったんですよ。でね、ちょっと薄暗くなってきたかなっていう時に、てんてんまたあの音が聞こえたんですよね。で、私と幼なじみ二人してこうやって辺りを見渡してたんですよ。でもやっぱり音の原因って分かんなくって、そのうち二人で首をかしげて目を合わせたんだけど、その時にね外がちょっと雲の陰でさーって暗くなって、部屋の中もだいぶ心もとない感じになったんですよね。それまですごくすごく楽しく遊んでたのに、なんか急に怖くなっちゃって、二人して「うわー!」我先に階段を駆け上がって2階のリビングのお母さんたちに泣きついたんです。お母さん、今なんか部屋で音が鳴ってすごい怖くって、もう二人でわーわー喋るんだけど、まあ、いたずらっ子なもんだからね、忍者ごっことかして遊んでるから、お母さんたちもねなんか
子供がからかって来ようとしてるんじゃないかなって思ったみたいで、全然取り合ってくれないんですよ。あ、分かったから、はいはい、そんなことあるわけないでしょ、もう遊んどいでって、いとも簡単に戻されてしまったんです。でもちょっと怖いなって思っちゃった和室で、また遊ぶ気しないじゃないですか。その日は幼馴染のお部屋で遊んで、もう和室には一切入らなかったんですよね。でも和室で遊ばなかったのってその日だけじゃないんです。次に行った時もその次に行った時も、どうしてもあんなに楽しかった和室が、あの一瞬暗くなった時のまんまのように思えてしまって、どうにも怖くて、なんだったらあの玄関入ってすぐ上に上がる、たったその一瞬だけでもすごくすごく怖い感じがして、もう見ないようにしてたんです。そんな風に過ごしていくうちに、その和室であった出来事ってもしかして夢なんじゃないかなって思ったり、ちょっと自分の中で忘れている部分があったんですけど、それから 5,6 年経ってですかね、まだ私たちすごく仲が良くて、お互い中学校に進学したんですけど、もうね、中学生ぐらいになるとあんまりお家じゃ遊ばなくなるんですよ。ちょっとお小遣いもらってショッピングモール遊びに行こうよみたいな。あ、彼女の新川なんで、近所のねハッサムジャスコ、ハツジャによく遊びに行ってたんですけど、ああその時はね、多分2人でフードコートでご飯食べてたと思うんですよね。同級生の男の子がかっこいいとか、部活で成績がなかなかみたいな話とか普通に会話をしてたんです。で、休日だからね、結構にぎわってたんだけど、ある瞬間スッて音が消えたように感じたんですよね。ほら、あるじゃないですか、天使が通るみたいな。もう別にね、こう何か変なことを言ったわけじゃないんだけど、周りの音が一瞬止まったように感じる、そんな瞬間から、幼馴染さっきまでニコニコ笑ってたのに、ちょっと表情が曇ってるんですよ。何かなって思ったら、すぐ、ねえシェリちゃん、あれ覚えてるって幼馴染が口を開いたんですよね。まあ、付き合いも長いからあれってなんだろうって思ったんだけど、あのさって言った時に、なぜかあの時の和室の出来事を思い出したんです。え、もしかしてっていう風に言ったら、彼女も、ああそう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 、やっぱ付き合いが長いからこう通じる部分もあるんでしょうね。そのままあの日封印したはずの和室の話になったんです。あの時さ、テンテンって音鳴ったよね。私ね、この前お雛様を出したの。その子のお家、まあ、さっき季節物が飾ってある場所があるって言いましたけど、そこにお雛様を飾ったんだそうです。そしたら、まあ、一人娘なんですけど、ね、結構立派なお雛様で、お雛様、お代理様上にいて、で三人勘定、五人囃子、あとね、小物とかが結構いっぱいあるような立派なお雛様、その中にちっちゃいオルゴールみたいなのが入ってたって言うんですよ。で、ああじゃあ、あの日あった段ボール箱がもしかしたらお雛様で中のオルゴール鳴ったんじゃないかなって、誤作動かと思って、もうね、真剣な顔してるからもうびっくりしたんですけど、ちょっと安心したんだよね。あ、なんだ、それをこう気にしてるっていうのをお互い分かってたから教えてくれたんだねと思って、でも話聞いたら違うって言うんですよ。それ、あのオルゴールなんだけれども、もう音が鳴らないようになってたみたいなんですよね。あの電気のスイッチは入ってるけど電池は入ってない、ぼんぼりに電気はつくけどオルゴールは鳴らないみたいな、そういう仕様になってたみたいなんです。でもね、あのタンス、私たちが遊ばなくなってからすぐ壊れちゃったんだよねって言うんですよ。私正直幼馴染が何を言いたいのか分からなくて、なんで今タンスの話、
そのオルゴールが鳴らないっていう話もよくわからないし、一体どういうことなんだろうと思って、もうちょっと聞いてみたんです。そしたら、あの、お雛様って子供の健やかな成長を願って作られたお人形じゃないですか。だから私たちがあのまま忍者ごっこして遊んでいったら、もうちょっと早い段階でタンスが壊れてたんじゃないか、それで怪我をしないようにその部屋にいたお雛様が私たちに忠告してくれたんじゃないかなっていうお話でした。ちょっとね、心温まるストーリーでしたね。ありがとうございました。以上、シェリーでした。バイバイ。お願いします。大きい川で大川と言います。シェリーと申します。カゲツカエンジと申します。はい、ナショウユウイチと申します。皆さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。